今までファンの方には見せてない裏側を見ていただいてる MV になってるんじゃないかなって思ってます。なんか言ったの私服を紹介させていただいて、うん、なんかそれぞれの色を入れようっていうふうにメンバーの中で話し合って好きなものを身につけてるから、うん、よりなんかそのキラキラ輝いてるのかな。普段と違うような感じの私服にしてみたいなと思って、うん、冒頭でちょっとセクシーなアメタイツの足が出てくるんですけれども新しい私を演じてみました。ライブ中のパフォーマンスにもすごくあの迫力が出て華やかでいいんじゃないかなって思っております。まとめたね。まとめました。私は喋ってませんメイシス、リリースインフォメーション。この目すごく綺麗。少様、私もう何が何だか。一子、私嘘をついた。数々のアイドルユニットを世に送り出してきたスタンドアップレコーズ初の声優だけのアイドルユニット、ピュアリーモンスター。2023年の秋に新体制で活動をスタートし、この度ついにニューシングルをリリース。その名もプレイモンスター。ミュージックビデオも絶賛公開中です。日頃声優としてアイドルとして大忙しの彼女たち、本日は吉崎美優、加山七瀬、菅原桃、白木萌の、西門しおりの5名がモンスター級のピュアを届けにやってきてくれました。新生ピュアリーモンスターの魅力に迫りましょう。さあ、今回のゲスト、ピュアリーモンスターの皆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私たち、ピュアリーモンスターです。ピュアリーモンスターとは、モンスター級のピュアを武器に声優としてもアイドルとしても頑張っちゃう、そんなユニットです。新加入の方々もね、4名様いらっしゃるということで、1人ずつそれぞれ自己紹介をしていただきたいと思います。はい、私一番先輩になるんですけれども、吉崎美優です。担当カラーはベビーブルーです。よろしくお願いします。菅原桃です。担当カラーは桃色ピンクです。よろしくお願いします。はい、西門しおりです。担当カラーは紫です。よろしくお願いします。はい、白木萌乃です。担当カラーはホワイトです。よろしくお願いします。はい、加山七瀬です。担当カラーはビビットピンクです。よろしくお願いします。今回も素敵なお衣装で来ていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。若干約1名あのお衣装がね、本当に申し訳ない先輩すいません、あの首にあのリボンをねつけてるんですけれども、チョーカーがつけてるんですけれども、あのお家に今眠っております。アーシャを見ていただければ、あの完成品がね出るので、ぜひアーシャ見てください。このチョーカーの特徴があるんですよね。そうなんですよ、はい、このね、メンバーカラーになってるんです、はい、それぞれ、うん、それを忘れてはいけません。あら、申し訳ございませんお忘れ物をした方もいらっしゃる。今日はピュアリーモンスターの皆さんに来ていただきました。なぜかというと、プレイモンスターがリリースです。おめでとうございます。ありがとうございます。今回、プレイモンスターという楽曲が表題曲になっているんですけれども、あの作詞を桃井春子さんに手掛けていただきまして、スレイイコール演じるっていう意味があるんですけれども、声優アイドルの私たちにしか出せない表現の、楽曲になっております。新加入の4名さんも今日来ていらっしゃるんですけども、はい、歌のレコーディングとしては初めて、こういうグループとしては、はい、初めてです。それぞれ緊張したシーン、それから思い出に残るシーンなんかありましたら教えてもらってもよろしいでしょうか。みんなが多分苦戦したシーンがありますね。あります、はい、ちょっとカウントが上ぐらい難しい入りのところがありまして、結構そこみんな苦戦したのじゃないかなと思いますソロでレコーディングをしたことはたくさんあったんですけど、はい、グループってなるとやっぱり声を揃えなきゃいけないじゃないですか、うん、って時に私が難しかったのが語尾の長さをちゃんと全員と揃えないと、8人揃った時に1人だけ短いってなっちゃうんですよ。そこを揃えるのが私はすごく難しくて、確かに苦戦しました。新加入してから半年ぐらいですか。
はい、まだまだこれからじゃあ整えていかなきゃいけない部分がありますか ね、 すね。ここは聞いてほしい聞きどころですよっていうのはそれぞれございませんか。そうですね、プレイモンスターかなりダンサブルな楽曲なんですけれども、まあ、振り付けももちろんなんですけれども歌い方とか一人一人ちょっと個性を出している部分もあるので、まあ、リリースイベントでねぜひぜひたくさんこう見つけていただきたいなって思うんですけれども、私の一番好きな歌詞が、はい、悔しさだって笑い合えば未来への伏線になるっていう、もう桃井さんからの応援歌だなと思っているので、まあ、そういうところもあのそういう楽曲の一つ一つに背中を押されて、はい、歌わせていただいております。ぜひぜひ聴いていただきたいポイントです、はい、ピュアリモンスターの楽曲ってすごいこう元気が出る楽曲ってたくさんありますよね。そうですね、加入前はどんな印象をピュアリモンスターにユミさんが持ってたんですか。あの入る前とかも、あ、これ曲すごい元気出るみたいな曲が多かったんですけど、うん、はい、その中でもやっぱプレイモンスターが女の子その成長していくプレイ演じるっていうところと、女の子の私たちのお芝居で演じるっていうところと、女の子の恋愛をかけて作詞してくださってるので、ピュアモンにはないテイストになるのかなっていう、なったかなというところですかね、うん、なんかちょっと弱った時にこうあの私たちを強くしてくれるような曲になっていったらいいんじゃないかな。ピュアモン自身も、はい、素晴らしいですね。歌うことで元気になる、そんな楽曲になってるということですね、はい。ミュージックビデオももう公開されておりまして拝見しました。めちゃくちゃかっこいい。あ、ありがとうございます。朝が早くて、あ、裏側も教えていただける、はい、朝の7時ぐらいから踊ってた、うん、はい、内臓が内臓をしてましたみんなハイでしたよね。あ、そう、ハイだった。みんなハイでした、うん、ハイかなって思ったんですけど、お昼ご飯もすごく美味しくて私もそれですごい元気出ちゃって、映像と関係ないから午後もすごく頑張りました大事ですよね、一人一人がこうフィーチャーされてるようなそんなシーンもありましたけど、本当にピュアリーモンスターにしか出せない雰囲気といいますか、まあ、プレイを演じることに対する楽しさとか、うん、こう葛藤不安とか私たちが一番こう、ね、日々感じている感情なんですけれども、まあ、そんな私たちの心の中をこう映像に収めていただいたなと私は感じていて、なんかすごくなんか今までファンの方には見せてない裏側を見ていただける MV になってるんじゃないかなって思ってます。はい、ありがとうございます、はい、私は MV を参加させていただくのが初めてだったので、うん、すっごく緊張していまして、私が個人撮影個人シーンを撮る前に先に撮っていた同じメンバーの砂川愛珠さんと安藤玲美さんを見させていただいていたんですけど、本当に先輩方も表情を作るのが本当に可愛くて、かっこよくて、も歌詞に合った手の動きだったり、すごい見ててわーってなって、でも自分が実際やると難しかったんですけど、うん、私にできる精一杯の大人っぽさを頑張りました。はい、ありがとうございます。出たよ、続いてはい、なんといっても私服を今回着させていただいて、うん、なんかそれぞれの色を入れようっていうふうにメンバーの中で話し合って、うん、なんかやっぱり自分が好きなものを身につけてるから、うん、なんかよりなんかそのキラキラ輝いてるのかなっていうふうに私は思ってるので、衣装で踊ってるところももちろん見どころではあるんですけど、撮影の前に全員で相談し合って、っこれどう思うみたいな、可愛いじゃんみたいなのがあったので、まあ、割と統一感はありましたね。素晴らしい、その辺は素晴らしいですね、やっぱりね、チームワークがある感じで、ね、あのみんなで作り上げた私服でもあるので、そうか、そういうことですねやっぱり見どころです。はい、はい、続いて、はい、なんかこう全体的にキラキラしている MV だと思うんですけど、あのプリズムですかね、うん、あのなんかこうレンズが回りながら撮影されるところがあって、初めてこうそれを体験して、私はそのレンズを見ながらこう自身がこう回りそうになりながらの撮影だったんですけど、あの完成された MV を、あ、こんな感じになるんだって思ったなと。演じるよ新しい私っていう歌詞があるんですけど、
普段とは違うような感じの私服にしてみたんだと思って、冒頭でちょっとセクシーなあの網タイツの足が出てくるんですけれどもそれはちょっと網タイツをセレクトしてみまして、うん、こうそれを着用したり、あと初めてちょっとおでこを出してみたりしまして、うん、ちょっと新しい私を演じてみました。そこがちょっと見どころになってます。トライしたこともあるということですね、はい、新体制8人になりまして、ダンスの迫力が私は見どころなんじゃないかなって思っていて、でピュアリーモンスターの楽曲って結構お客さんと一緒に楽しめる振り付けのコピーがしやすかったりとか、そういう楽曲なんですけど、でも今回って結構おしゃれで難しいのかなと思いきや、振りコピーがしやすいんですよ。曲調もおしゃれなのにお客さんも一緒に乗れる楽曲になってて、まあ、そこが見どころですし、あと上手と下手で半々で全然違う振り付けをやっているので、あのライブ中のパフォーマンスにもすごくあの迫力が出て華やかでいいんじゃないかなって思っております。ありがとうございます。まとめたね。まとめました。ありがとう、まとめていただきました。ありがとうございました。ということで今日はですね、ピュアリーモンスターの5名様にお越しいただきました。特に今日アピールし損ないましたって方いらっしゃいませんか？ももちゃんの方、はい、私は喋ってません。ももさん、じゃあ自分の特技をですね、あったら教えてください。特技？あの、料理をするのがとっても大好きで、あのオムライスの表面、ツヤツヤのオムライス作るのがすごく大好きで、焼き加減とかもう色が均等になるような、オムライス、ちなみに卵いくつ使いますか？卵は2個使います。2個使う。そうするとあのナイフ入れてキュッてベロンみたいなやつですか？いや、ベロンじゃないんです。ベロンじゃない。はい。本当に混ぜると、はい、その火の通りが均等になって、うん、これをヘラで、ピタッピタッて閉じて。閉じて。ちょっと待ってください。ご飯入れてからピタピタ。そうですそうです。あ、よかったよかった。はい。ももさん、アピールタイム終了でよろしいでしょうか？ありがとうございます。ありがとうございます。今日はピュアリーモンスターの5名様に来ていただきました。最後に告知をお願いいたします。はい。6月11日にピュアリーモンスターセブンスシングルプレイモンスターが発売されます。はい、それに伴いましてただいまリリースイベントを実際開催中でございます。こちらもあの公式 X や各種 SNS をチェックしていただいて、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。します。以上、ピュアリーモンスターでした。バイバーイ。お送りしてきましたメイジスリリースインフォメーション、いかがだったでしょうか。今回はピュアリーモンスターの皆さんをお迎えしました。個性あふれる8名の迫力のパフォーマンス、ぜひリリースイベントやライブで体感してください。プレイモンスター、名曲です。
それではまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。行き波を連れてく私船、見えなくなっていつしか海原に行く、あなたに花向けの髪飾り、私には見えないもの、いつか交わる波まで、あなたが見てた先に終わりはすぐ来ないはず。進めなきゃ戻ってくだけ、ここでまた叫ぶだけ、漕ぎ出した船はいつ